疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。さて、今回のテーマは？海外から見た日本語の印象をお送りします。さて、まずはこちらのエピソードをご覧ください。フランスで日本語を使った結果、海外で日本語使った時の意外な反応の話。フランスの漫画屋さんに行った時に携帯電話に着信が入って、もしもしと電話に出たら周りからどよめきが起こったことがある。音が悪かったから何度かもし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 って言ってた時、同行のフランス人に、本当にもしもしって言うんだ、初めて聞いた、もっと言ってって言われた。俺は何が何だかわからなかったけど、いいからそこで話せ的な空気で、みんなが聞き耳立ててる横で会話した。ちなみにスマホに手を添えるのも日本的っぽい仕草らしいよ。そして通話の最後に、じゃあねーって言ったら、現地の人たちから軽く拍手とウィンクなどをいただいた。同行のフランス人とドイツ人は、もしもし、嘘でしょ、いらっしゃいませ、いらっしゃいますか、がすごくゾクゾクする気持ちいい言葉だって言ってた。ちょっとよくわからない。ポイントは作業、貸し付けとかクシュクシュとか母音が多くて、作業が入る言葉は好きみたいです。もしもしは特に欧米人にとってツボにはまる音らしい。来日したガイタレがもしもしを聞いて、こんな面白い言葉があるなんてテラワロスみたいな感じでラジオで言ってたのを聞いたことがある。あとロンドンで最初にできた回転寿司も確かもしもし寿司だったと思う。これも経営者が日本に留学した時、最初に覚えた日本語がもしもしだったから、何か不思議な感じがするんだろうね。あと知り合いのアメリカ人は、日本語の繰り返す表現の言葉がツボだったらしい。例えばツルツルとかキラキラとか、音そのものがその言葉の意味を見事に表していてクールだとか、テレビでも似たようなことが話されていたな。日本語は英語などに比べ擬音語の数が半端じゃなく多くて面白いし便利だって。海外で翻訳される日本の漫画も擬音語はそのまま翻訳されるみたい。さて、海外から見た日本語の特徴として、やっぱり難しいという印象が強いようです。そのことがわかる記事がありましたのでご紹介します。まず次の文章を読んでみてください。3月1日は日曜日で祝日、日本では晴れの日でした。いかがでしょうか。簡単に読めますよね。なぜならあなたは日本人だからです。しかし一見普通なこの文は、日本語を学習する外国人にとっては超難問と言っても良い文章なのです。まずは海外の反応を見てみましょう。ため息が出るわ。日本語やばすぎだろ。一つの文字にこんなに読み方があるなんてすごいね。これはさすがに凶悪すぎだろ。いっそ一から考え直した方がいいんじゃないか。正直なところ、日本語を勉強する意欲を失ったぜ。私が漢字を習得できないのはこれが理由。はい、ではさっきの文の何が難しいのかを種明かしします。3月1日は日曜日で祝日、日本では晴れの日でした。読み方をひらがなで書き出してみましょう。3月1日は日曜日で祝日、日本では晴れの日でした。わかりましたか。この文章内に出てくる日という6つの漢字の読み方が全て異なるのです。
日本人であれば何不自由なく読める文章でも、こうやって改めて指摘されると日本語の漢字の読み方の多さに驚かされます。日本語には音読み、訓読みがあることも、一つの漢字で多くの読み方がある理由の一つです。日本語を学ぶ外国人の大変さが少し理解できるのではないでしょうか。このように世界で最も難しい言語の一つとされている日本語は、実際に外交官などを養成するアメリカ国務省の機関、外務職員局 FSI が、英語ネイティブが外国語を習得するのに費やした時間をもとに、各言語の難易度を5つのカテゴリーに分けた結果、日本語だけが単独でカテゴリー5プラス激ムズに分類されています。とある海外記事では、アジア各国の表記体系が取り上げられており、韓国語、中国語、タイ語が一種類の文字で成立している中、日本語だけはこんにちは、グッドモーニング、猛烈宇宙交響曲ももクロの楽曲を例に、ひらがな、カタカナ、漢字の3種類の文字で構成されることが紹介されています。3種類の文字が存在する言語は、おそらく世界で日本語だけかと思われますが、多くの外国人がそこに日本語の恐ろしさを感じ取っていました。ここでそんな外国人たちの反応をご紹介します。海外の反応。いや、もう本当に日本語は難しすぎるよ。なぜにあんな文字が多いわけ？ハンガリー語もハンガリー語アルファベットの他にロバーシュ文字が存在するんだ。難しい難しいって不平不満ばかり言わずに、新しい文字、ひらがなを作った日本に感謝するべきだ。あれのおかげで漢字を覚えなくても別段問題ないんだから。僕は日本語と中国語のネイティブなんだ。間違いなく日本語は世界で一番複雑な言語だよ。日本語にカタカナが存在する理由は何なの？漢字とひらがなだけの方が効率的なのに、カタカナは日本語をさらに複雑にしてるだけでしょ。基本カタカナが使われるのは外国語由来の言葉。二つあることで見分けがつきやすくなるんだよ。複雑な日本語の中でも特にユニークな部分だな。俺はアジアの言語の中で日本語が一番好きだ。日常会話が聞き取りやすいから。中国語とか韓国語よりも発音が明瞭だよね。日本語が全く読めない私からするとザカオス。一つの標識にいろいろなフォントが使われてるみたい。つわ笑ってるみたいで可愛い。音を表す文字とイメージを喚起する文字が使われる日本語は、世界最先端かつ最も美しい言語だと思ってる。日本語を話し、さらに書けるようになるためには超優秀な頭脳を持ってないと無理。本当に日本語は難しい。しかしだからこそこの言語は学びがいがあるんだよ。さて最後に、海外から見た日本語の印象について国ごとに見ていきたいと思います。英語圏の人の場合、外国語学習経験がない人はわからないわの答えが多数。韓流ドラマ好きのアメリカ人はドラマで耳にする言語とは違うという認識しかなく、あまりこれといった印象はないのだとか。ただ現在日本語がペラペラのオーストラリア人によると、最初はどこから単語が始まりどこで終わるのかが全くわからず、とんがっている音も多く聞こえる中国語に対して日本語は柔らかい印象を覚えたとのことです。イタリア人の場合、イタリア人が日本人と話した際に、あ、ちょ、へほ、はいと話し真似をしたことがあるとか。聞けばアジアの言葉イコール中国語を思い浮かべるようです。アニメ以外の日本語はまだまだマイノリティ。でも
単語一つ一つの音には敏感で、意味はわからないけど、その単語の音が好きな様子。例えば、名前だと、アキラ、サユリ、マキコというのが綺麗な音、響きなんだそうです。ルーマニア人の場合、2から3カ国語は、当たり前に話せる人が多い国です。日本語の言葉はちょっとかっこいい、なんだか、素敵というイメージがあるため、製品の名前に日本を連想させるものを入れてみたりしています。でも、日本語は母音が多いので、時々怒っているように聞こえる、という声も。早口で日本語を話すと、赤ちゃんが怖がって泣いてしまったとか。ロシア人の場合、シンプルで平ら、滑らか。だから、バックミュージックのようなイメージなのだそうです。相槌の入れ方、うなずき方が丁寧で驚くとか。怒っていてもあまり激しく聞こえず、聞きながら眠れそうなくらい。オケーのように聞こえたのか、きっとよっぽど穏やかな日本人を見たのでしょうね。中国人の場合、日本語のドラマやゲーム、アニメがよく流通しているため、何かしら日本語を聞いたり目にしたことがあり、印象もものによって違うそうです。例えば、ラブストーリードラマだと、可愛らしい感じで女性らしい雰囲気。言葉と一緒に、文化も一緒に感じてることが多く、また、視覚から入る文字で意味が推測できることが多い分、音だけの印象が少なかったです。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、普段何気なく話している日本語も、海外からすると、やっぱり難しいんですね。でも、だからこそ、表現も多様ですし、個性も現れやすいので、できるだけ、多くの外国人に、日本語の良さを知ってもらいたいですね。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。